なんという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 あっけなさ。素晴らしい、実素晴らしいぞセファール。予想通りとはいえ、そしてお疲れ様。待て待て待て、正気か。そんな手を本気でやるというのか、あの少年は。それほど親しみはありませんが、あなたの名はいい響きなのですね。はい、覚えました。どうか安心して、もう忘れませんから。熊は見たところないようですね。本当に良かった。頭を打っていたりはしませんか？記憶領域が頭にあるのは電脳体も同じでしたよね。混乱してしまっているようですね。無理もありません。私が何かも覚えていない。自分が何者かさえもあなたにはわからない。違いますか？あ、そんなに動き回らないで。あなたは先ほど。懲りない人。そんな小さな体でまたそんな無茶をするのですね。ですが無駄です。わかりませんか？人間では私からは逃れられないと。私がほんの少し乱暴になればあなたは簡単に捕まってしまう。なのになぜ逃げるのです？そんな、そうなのですね。そんなことが起こり得る。話しかけてきたのはあなたの方だったのに。本当にそう思いますか？そうであればよかったけれど。
そうだな、それは違う。私は味方ではない。残念とは思うはずもあるまいが、私はアルテラ、間違いなくあなたの、いえあなたたちの敵でしょう。私の目的はセラフの侵略、月の聖杯たるムーンセルの完全なる支配、そして同時に星の全文明の破壊と吸収。地球の時間基準で言えば、およそ1万4000年ごとの周期で訪れる侵略者、空の彼方からやってきた遊星の一部、生命にとっての敵であり文明にとっての破壊者、それが私です。いつか誰かがセファールと呼んだ白い巨人。勇敢ですね。そんなに怯えているのに私に飲まれまいと奮い立って。さすがはムーンセルに選ばれた人間というところでしょうか。ですがそんなもの抵抗にすら見えません。あなたに自由はないのです。この通り私のマスターなのですから。言ったでしょ、あなたはもう虜になってしまったのです。サーヴァントとマスターのことは分かりますね。契約を結んだ魔術師と英霊、私は英霊とはいささか異なるものですが、工事の電脳体として契約はできます。あなたは私の虜、つまり私のマスターになった。ああそうですね、ムーンセルの仕組みを利用したものですから、多少私たちの関係とは違いますね。あべこべです。ともかくあなたはマスターです。私とつながり、私からは逃れられない存在。ちょうどそう、私には必要だったのです。石室から出られないこの身に代わってセラフを巡る者が。ええ、言った通りです。あなたに嘘を述べはしません。私の虜なのですから偽る理由がないでしょう。それでどうでしょう、私のお願い聞いてくださいますか。こ、断れるのですか、この状況で。そうですね、断っても構いません。その時は私に逆らったということですから。手荒な真似をしてもいいということですもの。ああ、これは警告の類を示すものです。敵影を自動察知、誰かがこの未明領域へ向かってきているようです。敵の進軍ですね。敵はおそらくムーンセルに召喚されたトップサーヴァント、世界を維持するために私を殺そうとする敵です。先ほどの質問は意味がなくなりました。私のマスター、早速出番ですね。
私の代わりに外へ赴き、トップサーヴァントと戦ってくれるのなら、一時的に檻から出してあげられます。どうされますか？ありがとうございます。そう言ってくれると思っていました。よかった。ではお願いしますね、マスター。いってらっしゃいませ。あなたならきっと大丈夫だと思いますが、相手はトップサーヴァントとして選出された強力な英霊です。くれぐれもお気をつけてくださいね。逃げられたとでも思ったか。残念だったな。お前は虜だ。石室の中でも外でも。驚いているようで冷静だな。お前はマスターとしての経験か。肝は据わっている。戦士として好ましい。まあいい。本体は石室からは出ない。この私は本体が見る夢のようなものだ。難しく考えるな。昼と夜の顔と思えばいい。私はお前のサーヴァントだ、マスターよ。精霊のようなものとでも捉えるがいい。好きに呼べばいい。私もお前を好きに呼ぶ。何？そうか。その感想はよくわからないが、石室の私が聞けばそれなりに喜んだだろう。余分な付け足しだが、それでも構わない。さ、行くぞ。速やかに外敵を排除する。だがその前に、お前の持っているものをよこせ。いや、持っているだろう、指輪を。それをよこせ。そうすることでお前は真に私の虜となる。拒否は許さない。早くしろ。無駄な時間を費やすな。それはお前が私にはめなければ意味がない。さ、やれ。迷うな。うん、お前は正しい選択をした。これこそセラフを滑る指輪、ムーンセルの代行権限を凝集させたレガリアだ。この譲渡行為によって私とお前の結びつきは完成されたと言える。レイジュのつながりを感じるだろう。今さら慌てるな。断っていればお前は私に殺されていただろう。お前は謝っていない。
自分の命の保護を最優先にする。それが人間という戦士だろ。だが取り返しのつかないという認識は正しい。これでお前は永遠に私の虜だ。さあ敵を排除しに行くぞ。お前はそこにいろ。案ずるな。戦いが終われば出してやるし、いくらかの自由は利く。コードキャストぐらいは使えよう。もっともお前が私に力を貸す気になればの話だが、私は戦うもの、殺戮の機械だ。他のことは何もできない。必要もない。いや、敵ながら見事な剣さばき。遠慮なしに随分と壊してくれたものよ。マルスと接続する。発射まで2秒。ティアードロップホトレイ。おかえりなさい、私のマスター。無事に戻ってくれましたね。ごめんなさい、たくさん魔力を使わせてしまって。戦う時はいつも全力ですから、あなたには時にきつい思いをさせてしまうかもしれません。でもどうかご安心を。魔力すべてを吸い尽くしてしまったりはしません。外の私は少し怖かったかもしれないけれど、優しくしますから。そういう風に気をつけますね。されましたか？あ、もしかして疲れてしまってます？それなら宝具あまり使わないようにしないといけませんね。ごめんなさい、これに入れちゃいますね。少しは回復の効果もあるはずですから。して可愛いですね。念のために言っておきますね。もうあなたには必要ないかもしれませんが、すれ違いは悲しいですから。私のマスター、私の虜、あなたにはこれからも今日のように外で戦ってもらいます。もちろんもう一人の私と一緒です。決して逆らわないでください。逆らったらあなたの電脳体を破壊します。私は通常の英霊とはあり方が異なる。仮にマスターを失ってもいくらか体力を多く消費するだけで活動は可能だ。自分の命の保護を最優先にする。それが人間でしょ。その本能に従ってください。何も恥じることではないはずですよね。私を恐れようと嫌おうと、一向に構いません。ですが
あなたはもう私のマスターです。それをお忘れなきよう。私のマスター？そういえば空腹ではありませんか？ここにいてくれるだけで電脳体の維持に支障はありませんが、でも人間はお腹が空くものでしょう？ごめんなさい、私は自分のことばかりでそんなことにも気づかなくて。どうぞ、栄養たっぷりのリソースです。このままじゃ食べられませんね。そのくらいはわかります。どうですか？これならあなたの口に合うと思うのですが、データの外装を変換しただけでちゃんとしたお料理とは少し異なるものですけれど、美味しくなるように精一杯設計しました。あのマスター、早く食べてくださらないと冷めて。あ、いいえ、冷めにくいように設定はちゃんとしました。でも出来たてがおすすめですから。召し上がってくださいますか？にちゃんと食べていただけて。それから1週間も気づかずにごめんなさい。飲み物だけでは感覚が充足できませんよね。人間のことは少しは理解しているつもりだったのですが、あまり身についていません。情報を把握しているはずなのに、つい経験に比重を置いてしまう。あなたたちの視点で言えば戦いでしょうか。私が実体を伴って得た経験はおおむねそこで起こった出来事です。優勢のための破壊。地上の文明の大半を私は滅ぼしました。私が目にしたあらゆる生命は抗っていました。戦っていた。ですので食事だとかそういうものを見る機会はほとんどなくて、最後までそうでした。力尽きて倒れて崩れ去るその瞬間まで。
地上での私が得た経験はそれだけです。ホープ再び優勢がこの銀河にやってくるまでずっとずっと。だからごめんなさい、不便を感じさせたくはないけど、私はきっとまたご迷惑をおかけすると思います。本当にサイズばかり大きくて、あなたにとっての私はひどく世間知らずに映るのでしょうね。眠って過ごしていましたし、それにここは安全ですから、何も問題なんてありませんでした。はい、私だけでなく誰も傷つかないこと、そんな状況はここにしかありません。なんであれ、私は目覚めました。再び優勢が到来する先触れとして、それまでの間はずっと長い長い夢を見ていたようなものなのでしょうね。セファールが地上でムクロとなったのは確かです。ですがそれで私が消滅したわけではなくて、セファールの本体はここにいる私です。この私がある限り、セファールは何度でも地上に現れます。必要な条件さえ揃えば、私はまた本物の肉体を得ることが。ありえない話はしないように。そんなことは絶対に起きません。絶対です。何があってもあなたはそうしないはずです。セファールを地上に降ろしたりはしない。あなたはセラフを守ろうとするでしょう。ムーンセルを制圧しようとする私とも敵対する。それにどうあっても結果は同じ。他に方法があるとしても、私はムーンセルを壊す他にないのですから。あ、教えてあげましょうか。そいつの望みは破壊することだけよ。やっと入れたわ。へえ、ここが巨神の石室ね。多少は手こずったけど、いざ本気になれば何のことはなかったわ。エリザベート・バートリーにかかれば未明領域だろうと思いのままなんだから。いいこと、私は親切だから教えてあげる。こっ、あんたを閉じ込めてるそいつにあるのは破壊だけ。他には何にもないの。それはそいつが破壊の化身だからよ。文明を踏みつけてめちゃくちゃに壊して、何もかも終わらせるのが楽しくて仕方がない。いいえ、それしか楽しみのない生き物だからよ。その気配、貴様、アルキメデスの手の者か。ここは私の領域だ。侵食されたサーバントごときが軽々しく立ち入っていい場所ではない。ダメよ、そんな風に選ぶって見せたってね。優勢のしもべって意味じゃ対等でしょ。それにあなた何？
おかしいったらないわ。セラフの NPC だってあなたよりはまともよね。破壊のためだけに生まれたものがあれこれ考えること自体間違ってるのよ。不純だわ。正しくないのよ。どうしようもなく間違ってるわ、アルテラ。この際だから言ってあげるわ。あなたなんかに大きな顔させてるのはムカつくの。だってこの私が優勢勢力に加わったのよ。自分が何かもわからないデクノボーなんかより私の方がよっぽどうまく。何よ、いいところだったのに。敵への自動察知機能よね。もう文字通りのお邪魔虫じゃない。ああもうムカつく。また来るわ。それまでせいぜいやることやって。あ、そうそう、そっちの小豚も少しは必死になりなさい。そこにでーんとそびえていらっしゃるのは優勢の巨人なんだから。甘く見ていたらも、ごめんなさい。次のお仕事までは静かに休ませてあげたかったのですが、彼女が言った通り敵の進軍です。前と同じように未明領域をまっすぐ進んでいる模様です。今回もどうかお願いします。私のマスター、無茶だけはなさらないよう。外の私にリソースを供給するだけでもあなたには相当の負担なのですから。征服王を撃破されたことでムーンセルも焦っているらしい。石室の私ならともかく、この姿の私では聞くまでもないか。きっかけさえあればいつでも逃げ出してみせるという顔だな。それでも構わん。お前はただ私の傍らにあればいい。レガリアは私のものだ。そしてお前も私のものだ。話はしないし、いかなる英霊であろうと渡す気もない。そうだ、あの女の発言に間違いはない。私はただの破壊の化身。そしてお前が私とは違う考えを抱いているのも知っている。思い上がるな。お前は私のマスターに過ぎない。私をどう嫌悪したところで縁をしろとは言わない。コードキャストなど私には不要だからな。黙って私の戦いを見ていろ。